どうも豊原ですこんにちはちょっと久しぶりになったかもしれませんねえっ、ー、と今日持ってるこのギターがレスポール買って SG 買って、えー、それでこれかな確か SG の前だったかだったか覚えてないや前かなギブソンのブルース・キングっていうアコースティックギターの エレアコバージョンというかこれはね多分うんと95年か1990何年かにね100周年だった本当にいい加減でごめんなさい覚えてないことが多くってなんかその周年記念で作ったらしいんですよね確かそれでその元々ブルース・キングっていうアコースティックギターはあのもっと小ぶりで ええ、こんんななででかいいボディじゃないんですよねだから普通にブルース・キングっていうとイメージする人はもっと小さいものあんまりこうザンザン鳴らないね結構軽い音がするギターみたいなで通常ギブソンのうんとアコギっつうともう代表的なのが J45 だとか50とかあるんですよね。そういういの 欲しいなとずっと思いながらも結局これが長い間付き合っていてあ今これ見えないないこの中に書いてあるこれはねえー、とあっ91年かな、まあ、何しろこの赤いところにですね中のあ,あのホールのねところにシールが貼ってあって。 えー、ギ,ャギャランティードとこれはもあのモンタナ確かた確かばっかりだね俺はあのねモンタナ工場っていうところですよギブソンのモンタナ、うん、ブルース・キング・エレクトロっていうアコースティックギター。うん しいタイプなんですねこれは今あんまり見ないこ,こも何だろう筆記体の,あのロゴっていうのかなもともと古いギブソンのロゴにこ,のこれちょっと俺よくわかんないんですけどこの SG なんかに入っている王冠のとまた違ってギブソンに詳しい人とか知ってる人これな,なんていう隠寧か。 教ええてもらえると嬉しいですね J45 とか欲しかったりもしますけどももういかなとか半分を持ってたりしてつか高いんですよとにかく今中古市場、うん、ヴィンテージギター市場があのー、簡単に買える金額じゃなくなっちゃってて悩ましいですね。うん だからあんまりもう新しいの増やさないかもとか言いながらまたね魔がさしてポチッと夜中にしちゃったり、まあ、実物見ないでポチッとするほど怖いことないんですけどギター買うの。<music> えー、でまあ久しぶりになんでスタジオにちょっと当てもなく撮っちゃって来ちゃったんですよ。 なんでねね、えー、ちょっとやります、ね、曲をね、あのー、奥田民男さんって俺同い年なんですよまあもちろん会ったお会いしたこともないしあれなんですけどだから勝手にね同い年っていう同学年っていうだけで勝手に親近感を持っていて昔からでなんていうアルバム「29」っていうアルバムに入っている「 その29だから29歳の時に作ったんでしょうね「えー、息子」っていう曲があってあのいい曲だなって本当に当時からあ思ってまあ俺息子いるんだけども今はすっかり大学生で大人になっちゃってるんだけれどなんて言うのやっぱりそのこの曲とか の気持ちがずっとねあったりしますね。いつまで立ったってね、あのなんかでっかい図体の奥にその小さい頃のやつが見えるみたいなのがあったりして、あのやってみますかっていうふうに思ってますよ。はい。やっぱり同じカルチャーっていうかそういうのを見てきたりするから共感するところが多いのかな。あの年代的にね。うん。 いいやいやまあそれはそうやって今日はあのそのそ奥田さんの曲をお借りしてあの息子をやってみようかなと思ってます。<music> <music>